こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日まず最初の話は韓国の IFBB プロボディービルダー、そして今アジアで一番注目されているボディービルダーの一人でもあるのかな、リー・スンチュル。昨年はミスターオリンピアに初めて登場して、今年は1ヶ月後のタンパプロ、そしてその後9月に行われるアーノルドクラシックオハイオに出る予定の彼なんですが、 NPC のね大会を開いていて、リー・スンチュルクラシックっていう大会開いてたんだけど、そこについてのお話をまず最初したいと思うんですが、ここにねまさかっていうようなスーパースターが登場しておりました。その人紹介したいんだけど、その前にまずリー・スンチュル、この人は1ヶ月後にタンパプロに出ます。でゲストポーズをしていて、その体を見せたんですが、一部のファンの間では1ヶ月前にしては甘すぎるんじゃないかっていう声も出てます。皆さんね、その辺どう思うかコメント欄書いてもらえればと思うんですが、ただ個人的には、確かにね、お腹周りとか全体の質感とかまだ甘いなって思うんだけど、背中の立体感とか前から見た時の足とか全体の体の丸みボリュームっていうのは昨年よりもかなり増えてきてる。昨年のミスターオリンピアはかなり良かったですが、シルエットとかはね、ただやっぱりまだサイズっていうところが圧倒的に足らない感じっていうのはあったので、その辺かなりね進化してるのかなとは思うので、でかくなったリー・スンチュルは見れるのかなと思えば楽しみかなって思ってます。で、スーパースターですね、誰が出ていたかというと、マッスルマニアプロの超有名人、4年間オーバーオールを取り9年間トップ5に入り続けているマッスルマニア界のレジェンド、チュルスンが出てました。チュルスンといえば韓国で有名なボディビルダー誰って言ったら1か2には出てきそうな名前の選手ですけれども、彼がまさかの団体を書いてね、この NPC の大会に出てくると。ということはですよ、皆さんもう思いましたか、チュルスンは IFBB プロに来るのか。この大会はリージョナルの大会でプロクオリファイではないので、 FWJ みたいな感じですかね。なので彼はもう次プロクオリファイに出る権利は持ってます。じゃあ出てプロになるのかどうなのか、この辺非常に注目どころなんですけれども、そもそもね、なんで彼が出てきたのかもわからないし、キム・ミンスとかもサポートで来てたし、もしかしたら仲がいいから、そういう理由で出たのかもしれませんが、しっかりとゼッケンナンバーはつけて出てますし、ヘビー級に出てますから、どうでしょうか。もしチュルスンが IFBB プロに来るとしたら皆さんどう思いますか。今すぐにオリンピアクラス、大会優勝レベルではないと思います。下半身とかがやっぱりちょっと弱点だとは思うし、特に後ろから見た時のハムとか、ただでも上半身のやっぱウエストの細さからのこの背中のワイドな広がり、ラッドスプレッドした時もそうだし、フロントダブルバイした時もそうだし、で腕も太いし、胸のボリュームっていうのもかなりあるから、上半身だけ見たらプロでも戦える体はしてると思うんですよね。で結果の話をしてなかったので、結果の話をすると、チュルスはクラスは優勝しましたが、オーバーオールは逃したみたいです。コンディションがねちょっと甘かったので、コンディションが良かった選手が単純に勝ったって感じでした。でも全体の筋肉量とかね、エンタメ性とかはやっぱりピカイチでしたね。そしてその後ですね、主催者であるリー・スンチュルとチュルスンとかがゲストポーズっていうか、ポーズダウンを取ってるんですが、よくさ IFBB プロが、オフの体でポーズダウンに参加してプロになった人とか優勝したボディビルダーと一緒にポーズ取るんだけど、全然違うわけですよ。 IFBB プロなんかやっぱはるかにでかいから段違いなんですけど、これに関してはチュルスもやっぱりでかいから、そういう意味でもやっぱり IFBB プロになっても負けないなって思ったんですけど、チュルスがもし来るのであればですけど、だって彼はもうすでにめちゃくちゃ金も持ってるだろうし、地位と名誉っていうのは手に入れているので、これ以上 IFBB プロに来てオリンピアでとかってする必要はないのかなって思えば、ないかもしれないんだけど、皆さんはどう思いますか。ぜひコメント欄に書いてほしいんですけど、リー・スンチュルの、タンパプロ1ヶ月前の今の体についてと、チュルスが IFBB プロに来るのかどうか、そしてこの2人の動画、これは何をオマージュしているでしょうか。ぜひそれもコメント欄に書いてください。ということで、タンパプロに、リー・スンチュルが出るって話をしたので、タンパプロに出る選手と、あとはシカゴプロに出るハンターラブラダ見ていきたいなと思います。まずは、4月に行われるシカゴプロに出るハンターラブラダですね。彼が直近の体アップデートしていたんですが、絞りはねかなり良くなってると思います。絞りはかなり良くなってると思います。あとは誰が出てくるかですね。シカゴにはタンパに、ローリー・ウィンクラー出るって話したんですけど、シカゴにもまだ出る可能性は大いにあるっていうか、出るっていう情報もあるので、もしローリーが出るのであれば、ハンター・ラブラダはどうだろう、ちょっと厳しいかもしれないですね。でハンター・ラブラダ、ただね、肩と
腕3頭とか、ここはかなり強いなと思うし、やっぱウエストが細くて非常にタイトなので、サイドトライセプスした時とかも非常にこう鋭角なウエストラインみたいなのが見えるし、フロントポーズっていうのもかなり映えるし、で背中も立体感はかなりあるので、あとふくらはぎがめっちゃでかいってことで、まあ、昨年よりも進化してはいるのでね、ロリー・ウィンクラーにそんなにボロ負けするってことはないと思いますし、かなり接戦するんじゃないかなとは思うんですが、あとはハンター・ラブラダが、まあ、彼はね将来的にオリンピアに何歳までだかちょっと忘れちゃったんですけどなるか、まあ、それに近しいとこまで行けなければ引退するって言ってるんですが、そこに関しては、まあ、背中の広さ、広がり、よりワイドな背中だったり、立体感は十分あると思うんで、そこだったりとか、あとはハム、ここだったりとか、まあ、そういったところ、まだまだね、弱点って部分はあるとは思うんですけど、腹筋とか。ただ、コンディション作りだったりとか、全体のバランスっていうのはかなり本当にいい選手なので、今年もオリンピアには出てほしいんですが、ね、もしシカゴでね、取れなかったらタンパに来ると思うので、タンパに来るとなれば、イアン・バリエールとの再戦ですよ。昨年はハンター・ラブラダがデビューでタンパプロに出て優勝してイアンを負かしました。でオリンピアではイアン・バリエールがリベンジしました。今回タンパプロもし出るのであればどういう結果が待っているかめっちゃ楽しみなんですが、イアン・バリエールは、まあ、弱点と言われていた背中だったりとかコンディショニングっていうのは結構改善してきていると思うし、やっぱりでかいですね。昨年よりもさらにでかくなってる気がする。ウエストからのこのフロントラッド、このでかさたるやっていうので、本当にタンパプロ、まあ、誰出るかわからないですけど、ローリーとかが出ないのであれば、イアン・バリエールがまずサイズでは一番でかいと思う。あとは、どれだけステージに立った時の、調整っていうのがうまくいってるかだと思うんですが、あとタンパプロで言うと、チャールズ・グリフェン。この人が2018年のオリンピア13位の選手なんですけど、この人が久々にミスターオリンピアに出るみたいです。2年ぶりかな。で、ゲストポーズを彼も NPC の大会でしていたんですが、彼に関しては1ヶ月前のタンパプロ。同じゲストポーズをしていたリース・チュルと比べるとかなりコンディションは進んでると思うし、この足のパツパツか、まあ、クラシックみたいなパンツ履いてるからそう見えるのかもしれないけど、めっちゃパンパンに膨れ上がってるような足、もう腫れてるんじゃないので、蜂とかに刺されましたかっていうぐらい膨れてるし、この全身上半身の筋肉の丸み、ここがすごい。あとはラッドスプレッドした時の背中の広がり、ここもすごいし分厚いし、かなり楽しみですね。チャールズ・グリフェンも、まあ、久々のコンテストで注目している人も多いと思うので、イアン・バリエールが最近の戦績的にも、まあ、ここ最近のこう上っていく感じ的にも一番優勝候補だとは思うんですけど、タンパプロもまだまだ侮れない。だ本当にね、まだオリンピア決めてない、昨年のオリンピア出場選手とか楽しみな選手っていっぱいいて、ら彼らがねもうちょっとしか出れないって思うと、本当にもうみんな出してあげたいっていうぐらいでかい人いっぱいいるんですが、皆さんタンパプロはね誰が勝つと思いますか？他にもね、もし直近大会に出る人とかシカゴタンパ でこの人も出るんだよ、すごいんだよっていう人がいたら、ぜひコメント欄に書いてもらえればと思います。ということで、少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャン。